第一次世界大戦中のイタリア軍、ベルサリエリ部隊。第一次世界大戦中のイタリア軍、ベルサリエリ、部隊の絵はがき。1902年に取られたベルサリエリ部隊。ベルサリエリは、イタリア陸軍における、不評価の一つ。1836年6月18日に、アレッサンドロ・ラ・マルモラ将軍の提案により、サルデーニャ王国のピエモンテで元になる部隊が、創設される。 19世紀、ベルサリエーリ部隊の主な役割は偵察、宣言任務及び、戦列不評の側面支援などの典型的な刑、不評特有の任務がその始まりであった。日本語では狙撃隊員、狙撃兵などとも訳される。ベルサリエーレは、ベルサリエーリの単数型で、イタリア海軍の艦艇の名称にも使用されている。駆け足行進をするベルサリエーリのラッパ隊。 マルモラ将軍の提案にあったその任務を遂行するには強力に自律的な行動ができるよう求められる。したがって隊員たちは敵中で孤立しても適切に行動できるように特別な訓練を受けて堅固な意志を持って不意を打ち妨害し敵の計画を妨げることが求められた。外見的特徴には ヨーロッパ往来町の黒い羽で飾られたヘルメット、そしてパレードにおける独特の駆け足行進がある。似たような舞台には1847年に創設された教皇領のベルサリエリ・デルポーがあり、第一次イタリア独立戦争で活躍するものの1849年のローマ共和国の崩壊で解体されている。現代のベルサリエリ2012年時点で、 イタリア陸軍内には6個連隊とその連隊機を放治、法12個の金メダル、11個の銀メダル、28個の銅メダル及び9個の騎士十字章が飾られている。1941年に取られたベルサリエイリ部隊。ありがとうございます。